艦長様のために尽力させていただきます。第二小隊隊。欲しいものがあるなら何でも言っていいよ。ワンスイート。新しい冒険？プロニーが守ってあげますよ。ワンスイート。まだ出撃し努力す。プローニャ、戦場に到着しました。怪我してませんよね。これからの戦闘は私が先陣を切りましょう。警戒を維持。戦場は職場と同じです。怪我してませんよね。これからの戦闘は私が先陣を切りましょうか。009、偵察ユニットの状態を確認。警戒を維持。ハッカーズタイム。出発の時間です。全て計画通りです。了解。出発の時間です。
してませんよね。少しサボってもバレないよね。行く。継続します。すべて計画通りです。場所はないかな。あそこ？少しサボってもバレないよね。逃げることは得意分野の一つだからね。にいるの？知らないの？行くよ、カンちゃん。行くよ、カンちゃん。開始。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。
警戒を維持。戦場は職場と同じです。ハッカーズタイム。出発の時間です。気をつけて、猫が降ってくるよ。ハッカーズタイム。心配は不要です。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。警戒を維持。戦場は職場と同じです。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。少し休みましょう。これも計画の一部です。これがあなたの本当の計画ですか？了解。
似できる場所はないかな。え、あそこ？少し休む。少しサボってもバレないよね。指示に従ってください。行動開始。急ぎましょう、急ぎましょう。行動開始、急ぎましょう。できる場所はないかな。え、あそこ？行くよ、カンちゃん。ハッカーズタイム。了解。すべて計画通りです。目標録音。早く出ろ。こちらだ。気をつけて、猫が降ってくるよ。行動開始。警戒を維持。戦場は職場と同じです。0019、偵察ユニットの状態を確認。行動開始。急ぎましょう。エリア捜索中。
できる場所はないかな。あそこ。お？逃げることは得意分野の一つだからね。場所はないかな。あそこ？行くよ、カンちゃん。ハッカーズタイム。目標6は早く乗れましたよ。シュシュカンちゃん行け行けカンちゃん叩き潰せ。ファイヤーフィールド上で逃げることは得意分野の一つだからね。
警戒を維持。戦場は職場と同じです。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。これらの意図があるからこそ私は時間の制約を受けずに立っていられる。ほら、未来の情報。エサのイカズチ、夜の権限。始まるわ。ここで終焉を迎えなさい。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。昔もこうして未来が後を追ってくるのを静かに待っていた。勝利の凱歌が響かんことを。どこに行くのかしら。震えなさい。行くわよ。この皇女の輝きは天使照らす。アンコールの時間。今黄金のように輝きなさい。なぜ戻ろうとしない。よく言う。少し早かったよ。仰せのままに震えなさい。私の名を呼んでいるわ。出発する。
行くわよ。天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公女。出発するわ。この公女と共に旅で、できることを誇りに思いなさい。出発するわ。影のカラスが優雅を求めている。これがあなたへのレクイエムよ。バッサ受けるように苦しみの中に心を入れ替えました。よく目覚めなさい。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。昔もこうして未来が後を追ってくるのを静かに待っていた。これらの意図があるからこそ私は時間の制約を受けずに立っていられる。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。昔もこうして未来が後を追ってくるのを静かに待っていた。仰せのままに私の知る限り考えるまでもない。ずっと待っていたよ。仰せのままに。ここは私が災いをもたらした場所とよく似ている。ええ、私の知る限り考えるまでもない。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。ここに来る私を予見したことがあるけど、一人ぼっちだったよ。震えなさい。最後に勝つ夜の権限、勝利の外見を踏み歌と共に踊りなさい。震えなさい。断罪の目がこの先の危険を予知したわ。ステージに戻るわ。ステージが始まるわ。高ぶりが強い。
にいる従者たちは冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。え、オーズ、この鉱座の輝きは天使を照らす絶対の雷。夜の幻言、勝利、アンコールの光、今黄金のように輝きなさい。私は代わりに断定する。震えなさい。気が聞こえる。私の名を呼んでいるわ。うん、行くわよ。断罪の目がこの先の危険を予知したわ。影のカラスが猶予を求めて。始まるわ。バス、受けるがいい。結末の余韻に耳を傾ける。消えなさい。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。え、オーズ、行くわよ。いいでしょう。この皇女と共に旅できることを誇りに思いなさい。運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。この皇女の輝きは天地を照らすわ。影のカラスが猶予を求めている。勝利、今黄金のように輝きなさい。私は代わりに断罪する。Thank you.
これらの意図があるからこそ、私は時間の制約を受けずに立っていられる。体が弱すぎるのか、それとも戦場が久々だからかな。ここに来る私を予見したことがあるけど、一人ぼっちだったよ。何かと震えなさい。夜の幻言、星の光り輝く、手が伸びたくなるわね。こんなのどかな時間には音楽と美酒があればいいのに。ずっとどこに行くのかしら。震えなさい。万歳の目はこの先の危険を予知したわ。行くわよ。この光座の輝きは天地を照らすわ。出発するわ。この光座と共に旅できることを誇りに思いなさい。行くわよ。この光座の輝きは天地を照らすわ。行くわよ。犯罪の目がこの先の危険を予知したわ。天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公女。行くわよ。夜の権限、勝利、アンコールの時間、ステージが始まるわ。震えなさい。この公主と共に旅できること、誇りに思いなさい。遥か彼方にいる従者たちは、冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。え、オーズ
行くわよ。この光女の輝きは天地を照らすわ。下界の雷夜の幻言勝利ステージに戻る。今黄金のように輝きなさい。これが飲みたくなるわね。震えなさい。天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公女。出発するわ。この公女と共に旅できることを誇りに思いなさい。出発するわ。影のカラス、優雅を求めて。星が光り輝く。ステージが始まるわ。震えなさい。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。オーズ、天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公女。この光女の輝きは天地を照らすわ。あっ、姿見せよ、モズ。やっ、あっ、下界の雷。夜の幻言。初ステージに戻る。これがあなたへのレクイエムよ。ここで終焉を迎えなさい。迷いの旅人、私よ。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。これらの意図があるからこそ私は時間の制約を受けずに立っていられる。昔もこうして未来が後を追ってくるのを静かに待っていた。これらの意図があるからこそ私は時間の制約を受けずに立っ、
私はもう過ちを繰り返さない。こんな景色もいつか消える。私たちにできるのはそれを心に刻むこと。どうしたの？私の歌が聴きたくなったのかしら。昔もこうして未来が後を追ってくるのを静かに待っていた。これ以上待っていたら次の戦いの結末も知り尽くすことになるよ。仰せのままに。デュランダル、指示をください。うん。悪くないです。案外服を選ぶセンスがありますね。どうして急に服を？ありがとうございます。ギアナさんにはサイン、セーフレイヤ？テレサさんなりの考えがあるのかもしれませんが、私には向いていません。